Stage one. We came here tonight to get started to co-act. DJ Tashi. Tick-tock, get up, stop. Ain't that something?
to see people up on it. Ain't that something? Damn, it feels good to see people up on it.
Yo, DJ Tashi, that was dope, man. That was nice, man. How you been? 今のスケジュールとか、どこで回してるとか、ちょっと聞きたいんですけれど。イベントが多いんですけど、R ホールとか、あとはそうですね。まあ、いろいろクラブで、いろんなクラブで、まあ、いつって決まってないんですけど、イベント。R ホールはどこですか？六本木の R ホールって言ったんですけど、B-Boy Night っていうブレイクダンスのイベントと、あと DJ All Stars っていう日本のヒップホップ DJ、すごい DJ 集まってやったりとか、あといろいろまあ、たくさんありますんで。OK。あとさ、カリア。うん。いつから始まったとか、ちょっと、覚えてるんだけどね、一緒に。ね、始まった時は一緒にちょっと言ってください。なんか今高校生の DJ すごい流行ってるんですけど、俺も高校生の時に DJ 始めて、まあ、オタクで始めて、でずっと好きで続けて今に来たるって感じなんですけど、 9年目ぐらいですかね。 OK。 あとメッセージ for Japanese fan for your fans、 なんかメッセージ言ってください。カメラに見て言ってください。まあ、これからもいろいろと日米いろんなところで活躍していきたいと思ってるんで、みんなのサポートがあればやっていけそうなんで応援してください。 OK。 でもしさ、例えばニュー DJ がタシみたいにやりたいんだったら何をすればいい？とことんとりあえずやっぱヒップホップを好きになってもらいたいです。スクラッチだけじゃなくて本当に音楽っていう意味でのスクラッチとかトリックとかっていうのを本当にヒップホップが好きであれば、絶対技術的なもんだけじゃなくて、そういう内面から出てるものがあれば絶対大丈夫だと思うんで。あと練習も。はい。OK。DJ Tashi。